です。サービス残業許されないって話をしたいんですけど、まあ、年俸制とかも含めてね、年俸制でも多分スポーツ選手はどうか分かんないんですけど、まあ、たとえ勤務中にねだらだら過ごしてようが、誰かとおしゃべりしてようが、缶コーヒーを飲んでようが、ジュースを飲んでようが、お酒を飲んでようがですよ、それでだらだら過ごされていても、それはね会社が黙認していたってことになってしまうので、まあ黙って認めていたってことなんだけど、だからいかなる条件でおいてもサービス残業は許されないので、まあ、そういう意味でもこういう本を読んで知識をつけて、これひどくないっていうことに対して立ち向かっていけばあなたは勝てるかもしれないので、こういう本を読んでみてくださいね。それでは。